私と王子様が初めて出会った日。懐かしいな。牧場でのんびりしてたらグランサイファーが降りてきて。わあ。そうそう、モーちゃんが花びらで運命を演出してくれたね。あの王子様、私をあなたのお嫁さんにしてください。桃って来たけど、最初はふわふわした夢で。でも一緒に旅して、ルリアちゃんとお友達になって、みんなとたくさん過ごして、王子様が本当に素敵な人だって、大好きだって思ったから、夢だけど夢じゃない、現実にしようって、そう決めたの。わあ。そうだよ、包丁は猫の手で使えるようになったし、お風呂の栓も閉め忘れないの。うしししどう暮らしたいかって、朝はお牛様のうんちを掃除して、お昼は牧草の上で日向ぼっこ、夜はポトフを食べて一緒に寝るの。でもでも、王子様のしたいこともしたいな。桃。このページ、聖夜に頑張った牛乳ラブストーリー作戦。王子様が素敵なお洋服をくれて、聖夜のパーティーが終わった後は、誰もいない静かな街を二人きりで歩いたの。いろんな作戦したね。でもでも、最後の作戦はまだ。王子様も今までのこと思い出してたの？うしし、し考えることは同じだね。
あ、いたたたた。ちゃんと痛いね。もうずいぶん経つけど、今でもたまに信じられなくて、こうして王子様と恋人同士で過ごせるなんて。思い出に夢中になりすぎて全然できてなかったの。ごめんね、いつもありがとう。おめかしするからちょっと待っててね。お待たせ、王子様。しししし、王子様に初めてもらったお気に入りのお洋服だから、とびきりおめかしの日はやっぱりこれがいいなって。じゃあ行ってきます。もうちゃん、ミルクちゃん。まあ、あの頑張ってくださいね。ん、頑張る。ああ、いや、なんでもないぜ。気をつけて行ってこいよ。ああ。
この噴水広場、屋上で夕食をに出てきた風景そのままなの。主人公と男の子がね、こっちのベンチに座って一緒に米粉パンを食べて、ごめんね王子様、私ばっかりはしゃいじゃって。また一緒に食べたかったの。しししこれが二人の思い出の味。主人公のお家はお米屋さんで、男の子のお家はパン屋さんでね、最初は仲が良くないんだけど、料理王を倒すために二人で力を合わせてやっとできたのが米粉パン。ふわふわでホクホクでとっても美味しい展開だよ。食べ終わったら私が足を怪我するから、お姫様抱っこしてほしいの。パンの修行で足を怪我して家まで送ってもらうシーン、これがもう大好きで。私の歩く速さじゃ朝までに帰れない。キャー王子様、嘘、夢だけど夢じゃない。しもう一回したいな。
姫様気分だね。あれれ、王子様、なんだか四角いものが当たって。このまま？でもでも、街中に出たら人がたくさんいるよ。恥ずかしいの。ダメだよ。ニヤニヤ。おしゃれなお店、私が入ってもいいのかな。ん？お店の隣にもとっても綺麗な建物が。王子様、いつもとってもかっこいいけど、かわいいところも素敵だよ。物語のお城の晩餐みたい。王子様、はい、あーん。お姫様抱っこで腕が疲れてるかなって。もし疲れてなかったら、私もそっちの方がおいしいもん。
治様？いってらっしゃい。お外がもう真っ暗。そろそろお開きしないと。特別な日、今年も一緒に過ごせて楽しかったな。もう、あれれ、もうちゃん、どうしてここに？お留守番のはずじゃ。もう、ついてきてって？でも、どこに？私に？しとってもありがとう。今日は私たちが初めて出会った記念日だもんね。あ、私もね、帰ったらプレゼントを用意してるから。私も今日も楽しかったよ。なるべく同じ目線になりたくて、厚底の靴に挑戦したり、足が痛くなって失敗したり。私が靴下を片方なくしたら、私よりも真剣に探してくれたり。
腰にあくびしちゃって、目が合って思わず笑ったり、うししし、一緒に生活を作ってるね。米粉でパンを作るみたいに。私たち二人の、それって私が最初から思ってたのに、最後の作戦もどうやってしようかたくさん考えてたのに、全部無駄になっちゃった。言葉があるの。はい、私でよければ喜んで。でよければ喜んで。物語で鉄板のセリフね。二人で考えたのかな。
この方がママが喜ぶってシャトラが教えたとか。おわ、どうしてわかったの？なんでもわかるさ。牛乳瓶くらい小さな頃から大切に育てた娘のことなんだから。もちろんいつかこの日が来ることも。パパ。団長さん、こちらこそシャトラのことをよろしくお願いします。団長さんになら安心して任せられるよ。しし王子様、お疲れ様でした。懐かしいな。パパもすっごく緊張したっけ。そうだったわね。今のシャトラと同じように腕を抱えて支えてあげて。あのね、ママ、パパ、結婚式にも招待するから楽しみにしててね。おお、結婚式か。それならママの。もうパパ、前に言ったでしょ。あ、そうだったね。気にしないで。シャトラと団長さんらしいいい式になるといいわね。あ、でもシャトラ、無茶を言って困らせちゃダメだよ。雲の上でとかお城でとか。もう分かってるの。もう、うん、パパとママも喜んでくれてとーっても嬉しかったの。いや、もう何度も何度も言ったけど、オイラも本当に嬉しいぜ。おしめを変えてやったのが昨日のことみたいに思い出せるのに、そんなお前が結婚か。出会った頃のこととか、シャトラちゃんとの牛乳の飲み会とか、私もいろいろ思い出しちゃいます。とにかく二人ともおめでとうございます。いつかイスタルシアにたどり着いたら、王子様のパパにもご挨拶したいね。シャトラちゃん、結婚おめでとう。みんな、もう知ってたの？わしらの耳はミルクちゃんより早いからの。ついにこの日が自分のことのように嬉しいよ。しありがとう。団長さん、シャトラちゃんお願いね。昔から寝ぼけて毛布をどこかにやっちゃう癖があるから、特に冬場は風邪をひかないように。大丈夫だよ。
王子様はちゃんと分かって毛布をかけ直してくれるの。そうって分かってるの？ハベックなんだから私たちより分かってるんじゃないかい？なんだかシャトラちゃんのお母様のご成婚を思い出すね。ママの？ああ、結婚式か。牛神らしさが満点で素敵な花嫁姿じゃったの。そうなんだ。見てみたかったな。あ、私たちの結婚式にもみんなを招待するからね。最近人気なのはアウギュステでリゾート婚、大きな教会でウェディング。へえ、ネズ神宮ではネズ耳ウェディングっていうのもあるみたい。今イメージ湧かないなって思わなかった？うしししし、私もそう思ってたから。よく考えてみたら結婚式って絵物語の中でしか見たことないもん。これ一緒に行ってみない？この度はご結婚おめでとうございます。本日は私がお二人をご案内させていただきます。こちらが挙式会場のチャペルです。
自然光がガラスアート越しに輝いて、とてもロマンチックな空間ですよ。わーわー、天井が高くて大迫力だね。聖火の飾りも綺麗。ここで王子様と。獲物語の世界みたい。見てるだけでドキドキするね。こちらに並んでいるのがウェディングドレスです。こんなにたくさん、好きなのが選び放題。王子様、どれが似合うかな。もう、王子様ってば、そればっかり。当日は専門の絵描きがついて、お二人の春姿を描き残してくれますよ。絵物語風に描くサービスもあるので、シャトラさんにはぴったりかもしれませんね。わー、一生の思い出になるね。こちらが披露宴の会場です。披露宴、結婚をみんなでお祝いするパーティーだね。これから披露宴で実際に提供するフルコース料理をお二人に召し上がっていただきます。もちろんお代はいただきません。ごゆっくりお楽しみください。まさかお料理も食べられるなんて。料理長さんともお話ししちゃったね。絵物語の鉄板、たくさんあったね。でも、すぐには決められなかったの。そもそも、結婚式ってどうしてあげるものなんだっけ。私と王子様はもう、その結婚してるのに。思い出。団長さんになら安心して任せられるよ。シャトラと団長さんらしいいい式になるといいわね。シャトラちゃん、結婚おめでとう。そっ
の結婚式は私はお世話になったみんなと一緒に思い出を作りたい。ママとパパ、村の人たち、グランサイファーのみんな、王子様の故郷の人も。シャトラと団長さんらしい、とてもいい結婚式になりそうね。ますます楽しみだよ。でも、パパとママに相談って？あのね、みんなとお祝いするなら、私たちらしい場所がいいなって。この牛神宮の牧場で式を挙げてもいいかな。難しいも何も、私たちが結婚式を挙げたのもこの牧場なんだよ。そうだったの？お牛様とみんなに見守ってもらいながらね。パパの故郷の人たちや気空団の仲間たちも呼んで、それはもう盛大にやったよ。そうだったんだ、知らなかったの。まあ絵に描き残したりもしていなかったからね。残っているのはドレスくらいで。ごめんママ、内緒にするって話だったのに。いいのよ、隠し通すようなことではないもの。実はね、ママが結婚式で着たドレスをずっと保管してあるの。ママとパパの大切な思い出の一着よ。思い出のウェディングドレス。だってシャトラがそれを知ったらきっと着たいって言うでしょ。シャトラには自分で決めた道を進んで幸せになってほしかったから。ママ、そのウェディングドレス、やっぱり私も着たい。もちろん自分で決めたことだよ。ママは私にとっていつも憧れのお嫁さんで一番尊敬する人だから、ママのドレスで私らしい式を見せたいの。シャトラ、ママは週に一度はこっそり夜中に起き出してドレスの手入れをしてるよね。私たちの思い出がシャトラの思い出にもなる。こんなに嬉しいことはないよ。そうね、シャト
ラがそう決めたなら。分かったわ。ドレスもきっと喜ぶわよね。ありがとう、ママ。あら、団長さん、起こしてしまったかしら。ドレスを取り出したら一緒に懐かしいものが出てきてね。二人で話し込んでいたんだ。見て、この絵物語。ひどい開き癖でしょ。シャトラのお気に入りだったから。こっちのガラスの靴はね、あの時は大騒ぎだったわ。そうそう。昔から絵物語の世界にどっぷりだったな。団長さんは昔はどんな子だったのかしら。気になるな。よかったら教えてもらえないかな。シャトラと幼馴染だったらどんな風に仲良くなっていたかしら。ママお得意の幼馴染妄想だね。ごめんね団長さん、ママはこの設定が好きなんだ。あら、団長さんも好きよね、絵物語の幼馴染同士。シャトラと一緒に末永くお幸せにね。
ついにこの日が来ましたね。空も晴れ渡ってるぜ。縁起がいいじゃねえか。あれ、祭壇みたいな飾りはあるけど、神父さんはいないの？シャトラちゃんたちの結婚式は人前式というものでの、ここに集った我々に対して結婚の誓いを立てる形式なのじゃ。私たちに？なんだか嬉しいわね。お牛様が泣いた。そろそろ始まるみたいだね。このドレスはお母様の。シャトラちゃん似合ってるよ。まの式に来てくれて本当にありがとうございます。王子様と一緒にどういう結婚式にしようか、たくさんたくさん話し合って、私たちの永遠は私たちを見守ってくれるみんなに誓おうって決めました。でもね、鉄板の言葉はやっぱり言ってみたいから。王子様、やめる時も健やかなる時も私を大切にするって誓いますか？はい、絶対に誓います。ウェルカムドリンク、牛神宮の牛乳は美味しかった。ここからは披露宴、みんなの笑顔がたくさん見られたらいいな。
景色が見たかったの。おーい、二人にでっけえケーキが届いたぜ。いつもの剣を使うんですね。いいじゃねえか、お前の相棒だもんな。しししし、初めての共同作業だね。せーの。しし、し、終わっちゃったね。みんなの笑顔、たくさん目に焼き付けたの。あの手紙ね、実は白紙だったんだよ。ちゃんと書いたんだけど、ミルクをこぼしちゃって読めなくなってたの。だからね、アドリブだったんだよ。ママとパパがね、私と王子様らしいいい結婚式だったって。本当によかったな。覚えてる？初めて一緒にお出かけして星空を見上げた日、もう夢みたいでとってもドキドキして、あなたと目が合うだけでももーってなったの。今はね、お気に入りの牧草で寝るみたいにのんびり落ち着いて、いろいろなことが変わって、なんて言ったらいいかわからないけど、今日はゴールじゃなくて新しい始まりなんだね。これからもずっと。私の名前はシャトラ。どこにでもはいない王子様のお嫁さん。これから先、できないことができるようになったり、できることができなくなったり、そんな変化を一緒に楽しめる人が隣にいて、シシシ、どん
んな絵物語のヒロインより私が一番幸せだよ。